手を入れて、中に何が入っているか当ててください。なに、もう動いたぞ。なに、怖くない？これなんか今聞こえたかも。でしょ。誰？シリさん。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。皆さんごきげんよう。箱の中身は何だろうな。今日は今日は箱の中身はパンドラのゲームをします。はいはいはい、今回はね、箱の中身は何だろうなということで、箱の中身にあるものを入れるので、姫ちゃんとオークに当ててもらいます。はい。どんな箱かお見せしますよ。うん。はい、箱の中を見ると、こんな感じでね、姫ちゃん手入れてみて。こんな感じになっているよ。はい、反対側も。はい、どうぞ。で、外から中見えないでしょ？見えない。ほら、横から見るとこんな感じ、中は見えません、うん、はい、パパがこの箱の中にあるものを入れるので、うん、ね、姫ちゃんとオークに当ててもらうんだけれど、はい、箱の中身は何だろうな、プラス、はい、クイズ、じゃじゃん。はい、このリンゴ、どっちが重いでしょう。わかんない。いや、見ただけじゃわかんないよね。はい、どこと、なのでこの測りを準備したので、これで結果がはっきりと分かるでしょ。うん、はい、じゃあね、ルールを説明します。うん、はい、まずオーク持ってください。これあ、ボープね、覚えてよ覚えてよ。はい、姫ちゃんもこれ持ってください。はい、覚えてよ覚えてよ。はい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 、離して、はい、離して、こっち持ってください。はい、あーはい、どう、はい、はい、終わり終わり終わり。え、なんか、うんちゃん、はい、はい、私が最初に持った方のオープンは私こっち。じゃあオープンこっちでいい？うん。これで負けた方が箱の中に手を入れます。うわ、はい、じゃあまずはこのリンゴね、今選んだもらったものを測ってみましょう。ゆらりかん、何グラムになるか。うん、はい、オープン、リンゴ乗せてください。リンゴ置きます。はい、おお、231グラム。はい、はい、次は姫ちゃん。はい、231トン。はい、お、241、はい、ということでオーク231、はい、ひべちゃん242ということで、でもあまり変わらなかったね。 10g だからね、分かんないと思う。はい、ひべちゃんの勝利、やったー。ということでオーくんは箱の中身を当ててもらいますよ。アポペン、これで箱の中身まだ、うん、アポペン。パイナポペンはどこ行った？パイナポペンのアポペンしか言ってないぞ。アポアポペン。やってみて。アポペン。パイナポペン。パイナポじゃないぞ。アポアポじゃん。アポペン。え、それでさ、この重さ比べ、うんうん、で間違えた人はこの中に入ってるもの当てるじゃん。そうです。その入ってるものを当てられなかった場合どうなる？何かが起きるかもしれない。何？今日は何かが起きるかもしれない。何、何かって。わからないよ。な。はい、奥くんこれ目隠ししてください。あ、私しなくていいの？うん。見えない？見えない。見ちゃダメだよ。はい、じゃあ、ね、箱の中身。なんか全然見合ってる。あれ？何も見えない。詰めてみて、奥くん。カメラどこ？こっちだよ。こっちこっち。こっちこっち。あは。はい、じゃあ入れましょう。何を？はい。あ、この中に入れるの、こちら。はい。じゃあじゃん。わかる？みんな。なんか触った時さ、そう。うわー、気持ち悪いってなるんじゃない？2種類あるよ。え？これでしょ？何？あ、これ。ね。2種類あります。ひめちゃん、その上から入れてください。はい。で、それ生きてるからじっとしておかないとまずいよ。そーっとね。スワーンって入れてよ。生きてるからね。生きてるって何？おお、大丈夫か？オッケー、セットしました。はい、ここ、あ、姫ちゃん手どこから入れるか教えてあげて。はい、ということで多く入り口分かったから、うん、はい、手を入れて中に何が入っているか当ててください。何？生きてる、生きてるぞ。そっと触ってよ。
何これ、わかるかな、長いぞ、タコか、タコ、なんか熱で、どう、熱い、熱くない、冷たい、めっちゃ冷たいの、なんかこれ、なになに、なんか長いよ、長い、長いよ、全部触ってみて、なにこれ、めっちゃおって言ったぞ、え、なにこれ、なになに、え、ひめちゃん、フリーズだよ、そーっと、パパの指示出しました、よくよく触ってみて、よくよく触ってみて、え、どうだった、わかる、わかんないな、生きてる、生きてると思うよ。え？何？何？何かいる？何か手に当てるもの何？え？おひめちゃん怪我してんじゃん。え？どうしてあげる？何？わかんない？うん、はい、怖い怖い、今の何だった、わかる、ガシってなったの、サメ、サメ、ギュ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 やってるぞそんなにギュ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 やらないで、スクイーズ、いい、ファイナルアンサー、おーくん答えは決まりましたか、はい、それでは答えをどうぞ、クイズ、正解は、残念、え、何の音、今なんか音したの、ガタガタガタって言ったね、何の音、ちょっと、オー君、目外してみ、何かいるのか、ちょっと見に行ってみようか、何の音だ、なんか物が落ちた、わかんない、なんか、じゃーって聞こえない、じゃーって、パパじゃない、パパ、え、パパでしょ、あ、さっき手洗ったからかな、うん、ちょっと目に行ってみよう、うん、行こう行こう、うん、え、水の音するよ、出てるじゃん、なになになに、水が出てる、出てるよ、え、うわ、うわ、うわ、なんだなんで、なんで、うわ、オークが出した、うん、え、なんで手にやってんの、臭い、なんで臭いの、あの、なんかよくわかんないもの触って、スピーズ触ったから、正解はこんにゃくでした、はい、こんにゃく、臭い、あ、これ、オウくんに手を洗うってことか、いや、パパが、いや、パパもやっぱり止めてる、絶対、嘘、絶対止めた、しかもパパこんなに細く出さないもん、手洗うとき、ワイルドだからさ、ジャーって出してシャーって出してシャーじゃん、え、でもさ、うん、お湯を結構出さないと出てこないから、あ、そうだよね、うん、パパこんなに細くね、お水を出して手を洗わない、え、洗ってるし、オーク、え、オークが自分で出した、うん、どういうこと、もうさっきまでこの音、うん、聞こえてこなかったじゃんね、うん、オークに答えを言って残念っていう時にガタガタって言ったよね、うん、そっか、そう、パパの締め忘れでなんか物が落ちたのかもしれない、そうですよね、うんうん、じゃあまだねクイズがあるから、うん、ね、やっていこっか、まだね、うん、じゃあ行こう、はい、はい、ということで、はい、第2回戦目始まります、いきます、いい香り、はい、いい香り、いい香り、次の問題こちらです、わー、でーでん、平べったい、みかんです、うん、はい、じゃあ持ってください、みかん食べたい、りんごも、最近もくん、果物ね、好きだよね、うん、いちご好きね、果物全般好きになってきたね、うん、オッケー、はい、じゃあ変えて、持っちゃダメよ、持っちゃダメよ、はい、そう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 、よしよし、あ、わかった、こっちだ、絶対こっち、私もこっちなんだけど、じゃあ、じゃんけんだね、すぐじゃんけん、バイ、よっしゃ、じゃあ
ホモさんを測ってみましょう。顔やばい。けどまだわかんないよ。ね、これできっちりとね、正解が出ます。きっちり正確に。はい。まずは、オー君が選んだみかんです。はい。かぶせてくださいじゃないのよ。ドゴン。はい、ドゴン。オー君が選んだみかんは104g。はい。リンゴは何グラムだったっけ？214ぐらい。そうだよね。うん。じゃあリンゴの半分ぐらいか。うん。うん。はい、続いて私。はい。ドン。5？ え？もう一回いい？パパ置いて。うん。105。姫ちゃんが選んだ場合105。オー君は？あれ？あれ？あれ？バカってる。あ、4になった、4になった。およしよしよし。4になった、4になった。あ、5、5、5、5、4、4、4、4、5、4、何これ、何これ、5、4、これ何、なんでおかしくない？うん、4、さっきまでこんな変なになったやつなかったのに、ね、あ、ひめちゃんの方は5、動かないね。うん、もう一回奥の方置いてみて。奥負け。4、5でも5って感じがあるじゃん。4、5、4もあるじゃん。4、5、さあ45グラム。ま、ま、4、5だね、ま、4だね。はい、ということで、オー君が選んだみかんは104グラム、ひめちゃんが選んだみかんは105グラム。よし。けどなんかオー君の方さ、104.5グラムとかじゃない？なんかその辺のなんかゴミとかホコリとかピッピッって乗せれば105になるんじゃない？ある程度ね、こうまとめてカーって頑張れば、下の絨毯むしってパラパラってやれば。うん、それは押しちゃダメだよ、オー君。はい、4です。オー君、残念。なんでなんでなんで、残念。見た目じゃないんだよ。え、見た目？見た目が鮮度じゃない。こっち、こっちも明らかに。パパ、待たせて。パパ待ってみるね。こっちだ、重いの。おお。合ってる？こっちだ。わかるよ。パパはね、昔こういうね、あの手でね、何グラムかっていうのね、毎日毎日ね、小学生の頃測ってなかったから。はい、ということで、オー君、箱の中に手を入れていきますよ。すごい。じゃあ、ドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥン。オッケー。準備 OK？ うん。はい、次に箱の中に入れるのはこちら。おー、いいね。召喚。ちょっと毒持ってるかもしれないね。え、毒。ひめちゃんも気をつけてよ。気をつけてよ。あ、横から入った。あ、うわ、入った。入った。え、なに、気をつけてよ。毒。うん。え、コンコンって言った。ねえ、今またコンコンって玄関ノックした。こんな感じの音。オークンだよ。やってみて。ほら、違う、向こうの方から聞こえた。なんだ、なんかおかしいぞ。私聞こえなかったよ。パパだけか、おかしいな。うん。じゃあオークン、手を入れてください。どうぞ。毒に、毒に気をつけて。毒やろ。気をつけてよ。あ、痛かった？もう大暴れしてんじゃない？噛まれた。すごい凶暴じゃん。ねえ。何これ？なんか毛みたいに入ってるぞ。毛が生えてる？
どう君、冷たい？熱い？普通。わあ！なんでもう、なんなんでこれ、なんで生き物？生きてる？いいね、これ食べ物、どっち？どうかな、何かわかるかな。おもちゃ。おおもちゃ。はい、それでは、おうくん答えをお願いします。どうぞ。長い。おうくん考えております。くねくねしてるの。くねくねしてる。ほんとじゃん、なんか今聞こえたかも。でしょ、今も聞こえたよね。おうくんがなんかくねくねしてるなって。だよね。なんかドアのノックオンとかじゃなくて、なんかね、なんだ、壁をコンコンしてるみたいな。でしょ、玄関の方からでしょ。うん、オープンのその音じゃないよね、近くじゃ。うん、遠くだったよね。うん、聞こえたよね。本当聞こえたんだけど、カメラでは聞こえてないかもしれない。うん、なんか遊びに来た。すんごい足音するでしょ。あ、確かに。確かに。あの、パパ子だと来たわよって、ね、緊張迷惑になるぐらい大声出すから。ねえ。ブーってやつ。はい、オー君、答えてください。いい？うん。ウィンナー。ウィンナー？ウィンナー？お？はい、正解は？残念。聞こえる。なんで？何？どんどんコンコンの間みたいな。うん。うんうんって。なんかいるんじゃない？僕も聞こえたでしょ今。玄関？でもそこら辺で聞こえた気がする。あ、また聞こえた。え？やば。ロケ？誰かいるんじゃない？誰？シンさん。ちょっと見に行く？ねえ、またカチッて言ってね。うん、何の音？どこどこ？ほら今聞こえたんじゃない？ガッチャンって言った。ガッチャンってこれ、うん、ドア、ドアの音だ。なんで2階のドアの音が来た。足跡聞こえたぜ今。ねえねえ、もう絶対いるわ。ちょっと見に行こう見に行こう。うん、うん、行こう行こう。ひめちゃん、何やってるの。早く固まってんじゃないわよ。早く行こう行こう行こう。やめて、びっくりするやちゃん。もう開けてみて。いなさいよ。ちょっとなんでカメラ変わるのよ。私にカメラ貸しなさい。今日初登場よ、ひめちゃん。ごきげんよう。ほんとじゃん。そうか、いらないから。誰か行きなさい。自己紹介挨拶。何かあったらやばいからさ、僕のカメラ携帯持ってて。変な人いたら、あの中に入って、あの110番するんだよ。パパがもし入ってこうやってさ、押されて、パパも一緒に出るから。110番？パパが外に押し、あの、こう、入ってくるところをガチャって開けるじゃん。入ってこようとするから、パパが体重かけて、バーって行くから、ガチャガチャってもう閉めて。ね。うん。君たちはまだ若い。君たちだけは助かるんだ。バイバイ。え？バイバイ。どう？寒い。寒い。寒い。足にふわーってきた。ね、あ、押しといて、押しといて。よし。え？誰もいない、なんで閉めるの。バカか君は。バカか君は。ちょっとやめて。あれ、コチョの鳴き声がするし。コチョめっちゃ鳴きます。ジャーっていけない。やば、なんかさっきよりも音が大きいんだけど。なんかこれ、めっちゃ鳴ってるじゃん。何ダブルロックな。閉めて閉めて早く。あんな。
そうだ。いや。おかしくない？めっちゃ出てるじゃん。飲みに行こう。お金！ちょっとひめちゃん、急いで。どんな感じ？全開じゃん。ちょっと止めて。やばい。なんで？全開じゃん。パパが玄関から出て閉じ込められて戻ってきて、バカが君はって言ったら、ジャーッと出たよね。なんか今日オークおかしくない？おかしくないよ。だってさ、さっきオークが間違えた時にお水出たでしょ。うん。でオークがまた箱の中に手を入れたり、ね、してる時にガタガタガッシャン。タッ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 タって聞こえたし、オークやってる時に、それで今パパ締め出された時にバカが君はって言ったらジャーって出たよね。しかもみかんがさ 104g、105g ずっと動いてなかった。なんで？あれちょっと怪しいんじゃないですか。怪しいよ。あれもう早くやるよ、もう3回戦目。絶対おかしいよね、オーク。なんかあった？はい、じゃあ行こっか。そうね。はぁ、ちょっとオークなんかおかしいぞ。おかしくないんだ。おかしくない？うん。そういえばさ、うん、パパやってなくない？確かに。やって何を？重さ比べとか。重さ比べ？この中に手入れるのとか。やってないけど。やってみて。やらなくてもパパ余裕だよ、こんなの。一回やってみて。一回やってみて。じゃあ私が重さ比べの問題ちょっと探してくるから、パパここ座ってて。え？ひめちゃんが探してくる？うん。オッケー。行ってらっしゃい。はい。行きます。よしよしよし。はい。パパと交代したけど、ひめちゃん問題何よ？トメイト。え、しかもミニじゃん。ミニトメイト。それを？重さ比べ。それなんかあれじゃない、グラム、何グラムの世界じゃなくて、0. 何グラムの世界じゃない？無理じゃない？いや、パパ、よし、じゃあパパがやってあげよう。左手がいいな。はい、はい、奥の、え、奥のベースパパ。ドゥル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 。まあ、結局どっちが勝っても負けないパパだけどね。あのね、目を閉じた方がね、集中しやすいんだよね。へぇ。目に見えるものだけが真実ではない。はい、奥の交代。いい？どれ？あ？あ？いや、ない？今忘れちゃう。こんなに時間だったら忘れちゃうよ。あー、ギリギリギリッとしちゃダメよ、その子。どうぞ、どうぞ。どっち？多分こっち。多分そっち。じゃあ、測っていきましょう。はい。まずは、オー君とパパが選んだ方。よいしょ。はい、9g。もう一つは？9g。 9g 同士だったね。はい、ということで、うん、結果、はい、同点。同じグラム同士だったのでパパの負け。え、パパの負け。そしてパパが勝ってもパパの負け、オークが勝ってもパパの負け、うん、つまりパパの負け。ジャイアンみたいなもんか。言おうと。なるほどね、オッケー。じゃあ、何か入れて、こうやってふぅーってやればいいんでしょ。あ、びっくりした、びっくりした。今何か入ってるなって、蛇だった。正解蛇だったんで、ヤオくん。はい、じゃあ入れてください。このマスクをください。じゃあね、マスクするからね。あ、やっぱさ、パパちょっと向こう行ってて。は？みんなに説明したいから耳に聞こえちゃうじゃん。そんなにヤバいもの？さあ、じゃあ、あっちあっちにいるよ。はい、バイバイ。じゃあこっちに来るときアイマスクつけてくるね。うん、うん、よく誘導してきてくれる。よしよし、じゃあこっち、あっち側、あっち側。はい、用意しました、シャーペンです。だけどこれはただのシャーペンじゃなくて、ここをカチッと押すと電気が来るシャーペンです。大きいシャーペンだよ。じゃあこれを中に入れます。これね、パパね、シャーペンだってことは気づくと思うんだよね。だけどいざ押してみたらビリビリってくるから、どんな反応するんでしょうか、楽しみですね。それではオン君、
パパを呼んできてください。はい、パパ登場。ちょっと待って、ゆっくりゆっくりゆっくり、目が見えない。ちょ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 、目が見えない。ちょ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 、はい、ちょっとゆっくりゆっくり、どこ。はい、座る。あ、ちょっと何でパパそう思う。OK です、ここね。はい、手を入れてください。手入れる。うん、何。あ、なんかあったぞ。なんでそう。あ、あ、これあれじゃん、しゃべんじゃん。ここ押したらね、芯が出る。あ、痛い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 。え、めっちゃ痛かったんだけど。なんだ、え、しゃべんだよね。なんかやった。おくんちょっと離れて、姫ちゃんも。おしゃべんだよね。離れてよ、離れてよ、シャーペン。ねえ、ここ押せば芯が出る。え、出た。え、めっちゃ出る。大丈夫。いや、これあれじゃない、ドッキリシャーペンでしょ。大丈夫。いや、ドッキリシャーペンでしょこれ。絶対そうでしょ。危ないよ。痛いよ、めっちゃ痛いよ。え、もう押してみて。いやいや、奥の手貸して。奥行くよ、奥の手貸して。せーの、ほい。あいやー、あいやー、あいやー。ヘビちゃんも手貸して、手入れて。あ、いやー、これ、これさっきのヘビちゃん、ヘビちゃん絶対分かる、分かる、分かる。びっくりした、はいはいはい、手出して。手どこ。行くよ、行くよ、せーの、ほい。痛い、痛い、痛い。僕、奥が痛いっていう。奥でした。奥なの。あ、ヘビちゃんちょっとやってみなさい、貸して、貸して、貸して。手出しなさい。いい、また変なもんいるよ。これ姫ちゃん。いくよ、せーの、ほい。どう、あれ、せーの、うん、あれ、せーの、うん、あれ、痛くない。電池なくなった。あれ、なんで、なんで、あ、いた、いた、いた、いった。え、なんで、なんで姫ちゃんだけ来ないの。私だから。痛くないの。え、もういい、パパ、開けて。いいよ。はい、はい、答え言うよ。はい、答えはドッキリシャーペン。はい、ザン。正解。レンジャー。正解。正解。正解。やばい、待って、今の。なんで。気のせいって言いたいけど、気のせいじゃないよね。うん、みんなも聞こえた？何？いや、奥おかしくない？え？笑うとこじゃないでしょこれ。誰かいるかもしれないんだよ。ちょっと、みんなまた見に行こうか。パパ、行かなくていいよ、収納されちゃうから。え？誰に？パパ。パパが？パパを締め出すの？うん、そうだよ。え？見に行こうよ、これ。ねえ、行こっか。おかしいね。しっかりしなさい、おこ。じゃあ見に行こう、見に行こう。そうね、玄関の方だったね、今。そこはなんて言った。行こう行こう行こう。やっぱりパパが見に行くんだよね。うん、それ玄関、これ厳重すぎない？36個じゃん。ねえ。あれ、何で笑うの。誰かいるかもしれない。早く、早く、誰もいないから早く行ってよ。何で分かるの。あの音したじゃん。うん、はい、これ、ナイスミーバーさんじゃない。早く行ってよ、誰もいないから。そのナイスミーバーさんじゃない、これ。これ絶対あれでしょ、この動画の終わり方。ガチャンって言って、うわーって言って終わるんでしょ、どうせ。そんな終わり方するんでしょ、これ。サメサミばあさんじゃない？バイバイ。
まあ、誰もいないよ。わかったかしら？それでは皆さん、ごきげんよう。